親方、G の買うんだよ。皆さん、こんにちは。大分の高っち親方です。今回は、ハロプル写真集の紹介です。前回のビヨーンズ、山崎ゆはねちゃんに続いて、2回目の今回は、モーニング娘。20の森戸千咲さん、森戸ちーちゃんの2作目の写真集、セイチーズについてご紹介いたします。もともとセイチーズは2019年6月に発売されました。そして2020年7月、電子版として発売されました。今回私が購入したのは電子版でございます。まあこの1作目から約2年4ヶ月ぶりに発売されたものでして、まあ少女から大人に近づく森戸ちーちゃんの姿がこう伝えているということでございます。今回、まあ、この写真集と、まあ、森戸ちーちゃんの紹介、まあ、個人的なエピソードについてご紹介いたします。まあ、個人的な内容ではございますが、まあ、しかもエピソードが中心になると思いますが、まあ、一人でも多く森戸ちーちゃんのこと、この写真集のことを知っていただければという思いでご紹介いたします。どうか最後までお付き合い、よろしくお願いいたします。まずはじめに森戸千咲さんのご紹介です。2000年2月19日に、生まれ、栃木県出身です。現在も20歳で成人を迎えられています。もともとカントリーガールズに加入してまして、2017年、モーニング娘。17に、まあ、兼任として加入いたします。まあ、現在はですね、2019年末に、カントリーガールズが、まあ、活動休止となりまして、モーニング娘。20に、まあ、専属で今活動しているという状況でございます。まあ、見た目はですね、本当に色白で可愛らしいですね、清純派なんですけども、実は中身は意外と、ギャルやゲラ、まあ、要は、ゲラゲラ笑う笑いのツボが浅いというキャラでございます。このギャップがまた面白いですね。例えば、まあ、ネット上ではギャルチーやゲラチーと呼ばれていますが、まあ、よくですね、ちーちゃんがよく言うのが、やばとか、マジウケる。っていう言葉、まあ、ギャルみたいな言葉も使いますし、道芸さみさんから名前呼ばれたときは、イエーイってこう叫ぶ姿もびっくりにしましたね。当時の動画がネット上に残ってますので、もし機会のある方はご覧ください。まあ、話はそれますが、イエーイってこう高校野球好きの人にとって聞くと、大垣日大高校の坂口監督を思い出せますね。まあ、どうでもいいんですけどね。まあ、この他ですね、カントリーガールズのラジオで発言した、山木、Gが読むんだよ、はですね、私の冒頭の親方、Gの買うんだよ、のオマージュでございます。パクリじゃねえよ。また、くっせーチーズというエピソードも有名です。まあ、くしくも今回の写真集のテーマが、セイチーズ。ネット上では、くっせーチーズを思い出されるなという、まあ、面白い、言葉がありました。ちなみに、セイチーズとは、英語で、はい、チーズと、日本語で言う、まあ、写真を撮るときの、ですね、掛け言葉でございます。こんな森戸ちーちゃんですね。本当に可愛らしくて、まあ、ハロプロのメンバー内でも、本当に、まあ、慕われている、可愛がられている人気メンバーでございます。まあ、私が森戸ちーちゃんと、今まで会ったことあるのは、2回です。1回目は、2019年の6月に、モーニング娘。ワンナインの全国同時握手会 ZDA で出会いました。福岡公演に私は参加をいたしました。まあ、福岡公演には福村瑞希ちゃん、牧野マリアちゃん、そして森戸千咲ちゃんの3名が参加されました。まあ私ですね、まあこれちょうどミーハーでございまして、まあちょっとしばらくハードプロをですね、15年から20年ほどお休みしてたんですが、まあ、このモーニング娘。の握手会があるということを知って、ああ、もうね、僕が中学校の時の黄金の日本一のアイドルと今握手できる時代なんだ。ちょっとこれは行ってみようということで、まあ、現在のメンバーほとんど知らないまま、握手会に参加したというのがきっかけです。その、まあ、栄えあるですね、1回目の握手で、森戸千咲さんがいたというのはなんか面白い件だと思います。まあ、握手会にこう参加しまして、まあ、最初にまあ、福村瑞希ちゃん。続いて、牧野マリアちゃんと握手しました。この二人は、まあ、いわゆる、神対応。ほんと笑顔で、ありがとうございます、ありがとうと言って、両手で握手してくれて、にっこり笑顔だったんですね。
で、そして最後が森戸ちさきちゃんです。ちいちゃんはまあ打って変わって、まあどちらかといえば元 AKB48 のパルルのような塩対応のイメージでした。まあ決して悪い意味で言ってるわけではございません。まあクールなイメージでした。まあちいちゃんちょっと緊張していたのか疲れていたのかですが、まあ握手するときは片手で握手。で、もう一方の手はこう、手を振ってくれて、ありがとうみたいにね、おっしゃってましたけど、ちょっと目はね、違う方向向いてて、まあ疲れてるのかちょっと緊張してるのかなと思いましたけど、まあクールな、この子はクールなんだなというイメージを持ちました。そしてですね、2回目に会ったのが、まあその半年後、2019年の秋、モーニング娘。ワンナインの秋ツアー、心あの体の大分公演で拝見しました。ちいちゃんは MC の、まあですね、進行役を担当してました。13期、14期、15期とですね、若手の、まあ、いわゆる新加入メンバー中心のグループの、まあ、でトークを回す役でした。トークテーマがクリスマスの思い出ということで各地をクリスマスの思い出を発表しました。まあ、森とちいちゃん自身は、その、ちっちゃい頃は、ヒーリーズ、靴にローラースケートね、がついた靴が欲しいとサンタさんにお願いしたそうです。しかし、その次の日に朝見たら、入っていたのは雑貨だったそうです。なんかマフラーとかですね。もうがっかりだと言って、まあ、ちょっとギャルチーみたいな感じで怒ってましたのが印象的でした。で、さらに15期の北川リオちゃんが、私ちょっと可愛いエピソードあるんですよ、と。まあ、リオちゃんもね、自分でハードルを上げてからですね、まあ、トークをしました。で、それを聞いたちいちゃんの感想。思ったほど可愛くないし、っていう発言して、もう会場が沸きましたね。もうさすがギャルチーというか、ちいちゃん半端ないって、まあ、ほんと強烈なインパクトを残しましたですね。まあ、ほんとちいちゃんは可愛らしい見た目と、そして強いなんかね、根性とか、こうクールなイメージを、中身なんだなという印象を持ってます。けど私本当好きですよ、ちいちゃん。それではいよいよ写真集、セイチーズの、まあ、感想を簡単にご紹介いたします。今回、ロケ場所はですね、九州や慶良間諸島で撮影されたということでございます。九州、まあ私が写真集ざっと見た限りは、おそらく福岡県北九州市、若松区と戸畑区で撮影されているのではないでしょうか。まあ、レトロなですね、雰囲気が残る街並みで、まあ、私も JR 九州ウォーキングで若松、戸畑、両方歩いたことがございます。そしてですね、まあ、電子版で私は見てますが、全部で118ページ。見開きにして、もう約60ページほどありまして、まあ、非常にボリュームがあります。ですからもう、お腹いっぱい、ちいちゃんを楽しめます。で、そしてやはりですね、もう一言。ちいちゃんは、可愛いです。もうこれは正直こう、男性から見ても多分女性から見てもそうだと思います。こう色白で、こうスタイルが良いですよね。ですからもう結構ですね、まあちいちゃん今回はもう水着姿など脱いでる場面もあって、このセクシーさというのもですね、結構いいなと思います。そしてまあこれはね、ハロプロ他のメンバーでもそうなんですが、まあ、ハロプロというのはこの10代からこう20代にかけて、まさに少女から大人になる、このですね、こう、家庭をですね、こう見ることができます。今回のですね、まあ、写真集でもそういう場面もございます。まあ、森とちいちゃんはこのカントリーガールズ時代をこう、ポニーテール結んでて、まあ、ちょっとあざといとかですね、少女っぽいあどけなさもあります。この写真集でもこう、あどけないなっていう部分、あ、少女っぽいなっていう部分も感じられます。で、一方でこう、髪を下ろすとですね、こう急にこうで、目がキリッとした眼差しはですね、大人っぽいなというふうに感じます。まあ、ね、ハロータであります、女優の松岡茉優さんにちょっと似てるかなと、髪を下ろして、こう、目力もあって、キリッとしてて、というところですね、かっこよさも感じられる、そういう写真集になっています。もう本当にこの、ね、プリティ、キュートな部分から、クールな部分まで、森とちいちゃんがもう盛りだくさんでございます。で、セクシーな、ね、場面もありますので、でぜひこの、皆さん、一度ですね、この、ね、電子版でも、まあ、本でもいいですけども、ぜひですね、ご覧になってください。これ、森とちいちゃんの虜になることは間違いなしです。まあ、そういうわけでございまして、まあ、非常にですね、写真集の、うん、ですね、感想もほどほどにというか、まあ、もちろんこう、実際は実物を見ていただきたいなという思いもございますし、まあ、こういう写真集はもう実際見ていただいて伝わらない場面もございますので、まあ、非常に簡単にではございますが、ご紹介させていただきました。ぜひですね、一人でも多くの方が、森とちいちゃん、ひいてハロプロに、
ご興味持っていただければ幸いでございます。まあ、今後もですね、実は写真集買う予定でもございますし、まあ、皆様にもですね、少しずつこのハロプロの魅力をご紹介できればなという思いでご紹介いたしますので、今後とも長いお付き合いをよろしくお願いいたします。それでは以上でございます。最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。ぜひいいねボタン、高評価ですね、そしてチャンネル登録もお待ちしております。それではまたこれからもよろしくお願いします。推しのために今日も働く。